今タケノコが時期なんで、おいで。こちらは重曹で湯がいたタケノコ、ちょっと色が濃いですよね。それにこっちはあの米ぬかですね、米ぬかでアク抜きをしました。下の方に米ぬか沈んでますから、よく洗ってくださいね。これあの細かく切って、もう一回水でよく洗って、お肉を使ってね味噌にしてもいいんですけど、やっぱり冷めちゃうと脂肪が固まるんでね、厚揚げですね、ちくわ、それにちょっと彩り人参入れてやりたいと思います。このぐらいの大きさでいいかなと思います。たけのこは 260g です、はい、厚揚げが 70g、 これ人参は 80g、 くわは 50g、 はい、でこんな感じでやっていきます、はい。まあ、これにねこんにゃく入れてもいいんですけど、うん、これでいいか、うん、いいね、うん、でこれを煮ていきます、うん、お味噌がね大さじ2杯ぐらいです。それにお砂糖が大さじ山盛りいっぱい、ちょっと大さじ1杯半ぐらいっていい、これぐらいです。みりんが大さじ1杯ぐらいです、はい、これを先に混ぜ合わせて、そうです、あとお醤油、醤油が小さじ1杯ぐらいです。じゃあ本だし大さじ1杯ぐらい、小さじ1ではない、違う違う、小さじ1だよね、うん、これ後から入れます。少量の油をね入れます。じゃあここにタケノコ入れます。火は中火でいいの？中火で大丈夫です。人参です。でもタケノコは煮えてるもんね。そう、人参がね煮えれば、お水が約20ぐらいあります。水で溶いてもいいんですけど、こっち側に入れちゃいました。で先ほどのお味噌を入れます。そう入れちゃったから見る、うん、ちょっと味がよく染みて、うん、じゃあ人参が見えるまでちょっと浸して煮ていきましょう。10分経ちました。人参がね柔らかくなれば OK なんで、これ出来上がりです。じゃあもう一つね、あのタケノコだけのを煮てみます。適当です。これお酒入れました。和食って、あのいつもお酒と醤油とみりんとあとだしとって感じで、でもやっぱりそこに食材が加わるともう全然別なものになっちゃうんですけども、それはあの食材の風味とか食感とかそういうので変わってくるんですね。まあいつも同じような調味料を使ってやってます。私はちょっと甘めぐらいが好きです。こんな感じで、これでめんつゆ入れます。
卵が入れてます。中くらいのが4本ぐらい、 4つぐらい。これから今度1年分のタケノコご飯、それを煮て今からやって冷凍しようと思ってるんですけど。もうタケノコは茹でてるから煮えてるんですけど、味が染みるように少し10分ぐらいちょっと煮ておきたいと思います。今のとこ中火、煮立ってきたら弱火にして10分ぐらい、10分ぐらい。はい、こちらが味噌煮です。こちらが普通に麺つゆで煮たもんです。あの味はね、最後に味見をしてから、ちゃんと自分の味にしてから召し上がってください。こちらは重曹で湯がいたタケノコ、それにこっちはあの米ぬかでアク抜きをしました。私はこれ昨日の夜にやりました。それで朝まで置いていたんです。これで違いはどうかって言いましたら、ぬかは風味はいいですね。重曹入れすぎると苦くなります。ここは注意してくださいね。あのこっちの米ぬかの方は見た目もあの変わらないですね。それでこっちの方はちょっと変色もあのしたりするんです。ちょっと変わるするとちょっと黒くなっちゃったり、少し変わりますね。こちらが茹で時間は少し長くかかります。重曹に比べて1時間目安って言うんですけども、切り方を小さくすれば1時間かかんないでできます。こちらは40分ぐらい、こちらは1時間ぐらい。爪楊枝かなんかでこう刺して刺さるようでしたらもう茹でてありますんで、米ぬかの方は米ぬかがちょっとこのこういうとこに入っちゃうんで、それを一生懸命取るほかないんで、そこが面倒ですね。重曹はそれはないです。このまま洗って使います。米ぬかの方はタケノコ1キロに対して米ぬか 50g、 それぐらいを目安にしてください。それで重曹の方は水1リットルに対して小さじ1杯です。重曹がそのぐらいで割合でやっていただけると苦味はないです。この日本のお料理っていうのはアク抜きするのは重曹を使ったり、あとお菓子ですね、和菓子でもカルメとか、あとどら焼きのふくらし粉は重曹を使います。あと長期保存する場合は、私去年あのこの米ぬかで茹でたやつを 30% の塩水作って4とだれにつけてあります。だ今年はこの重曹の方でやったやつを保存用にまたつけてみようと思います。もうたっぷり2日はね、水抜き、あの塩抜きするのにかかります。いつも YouTube でお世話になっております。私皆さんから本当にあの応援していただいて、私の知ってることはもう一生懸命皆さんに伝えたいと思ってるんですけど、なかなかうまいこといかなくて、まあ努力します。